れ様です。おばちゃんみーこです。この動画は荒川おばちゃんののんびりな山旅を一人称目線動画でお送りしております。日本百名山最南端のお山、宮之浦岳1936m に登るため、もちろん縄文杉に舞うために屋久島に向かっています。大阪の伊丹空港より飛行機で鹿児島へ渡り、鹿児島港から、高速船に乗って宮之浦港に向かいます。高速船に3時間ほど乗って宮之浦港に到着するんですが、鹿児島港を出港すると桜島開聞岳が見えます。プチ船旅を楽しむことができますね。夕方には宮之浦港に到着しますが、その日は民宿に泊まって翌朝朝5時に、タクシーに乗り込んで白谷雲水峡登山口に向かっていきます。白谷雲水峡を経由し、屋久杉苔むす森を見ながら縄文杉に会いに行きます。1日目新高妻小屋に泊まり、2日目宮之浦岳、下山は花の江川淀川口登山口を経由し紀元杉バス停へ降りてまいります。樹齢4000年を超える縄文杉など森の主たちが時間を超えて住む森、そしてなかなか晴れ間がない宮之浦岳で快晴で上がれたこと、この2日間本当にパワーをいただきました。それでは最後までご視聴いただけたら嬉しいです。おはようございます。おばちゃんみーこです。今日は屋久島に来てます白谷雲水峡から、今日は、縄文杉を見て新高妻小屋の方に向かって、あそこで一泊して、明日宮之浦岳を回って下山したいと思います。とりあえず1時間ぐらい歩いて三本足杉まで行きたいと思います。ちょっと今日は少し雨が降るかもしれませんが、明日お天気回復してきそうなので、それをちょっと期待しながら行きたいと思います。それではスタートします。ただいまの時刻は、5時半6時前だと思いますアバウトだね多分、6時ちょっと前ぐらいかな。これからスタートしたいと思います。行ってきます。雨が昨日から降り続いているので足元が滑りそうなので、気をつけてゆっくり回っていきたいと思います。弥生時代にから生えてるものなのかな。これはこれででかいよ。ちょっと二大杉見に行ってきます。二大杉到着。これもでかいな。
住む森到着しました。もののけの森みたいな。奥にももののけの森とかって言った確かトンネルの名前のついた森がありますけど、何の川分かれって言うんだっけ、くす川、そうだ、くす川の分かれです。トロッコのね道に出てきました。分かれ、これからこのトロッコの道を歩きながら、ウーソン株まで90分、縄文杉までは175分、約3時間、ウーソン株は1時間半です。ちょっとだけ休憩してから、またここ進んでいきたいと思います。
寄り下山をしてくる方たちとすれ違うようになりましたね。私たちは帰りはこのルートは降りてこないので反対側に降りていくことになります。の入り口古墳木まで来ました。ここからウィルソン株は 0.6 キロになります。この上を上がっていくみたいなので上がってきます。上流水はここの先にどうやらあるみたいなので予定通りというかちょっと早めというかそうね。よいしょ。そこからの位置？そこから、そこから左上。しゃがんだ方がいい。ちょっと高いとか高い。右足とか下がる。よいしょ。ここで左。ああ、そういうことね。あ、分かった分かった。片方がカード大きい。うん、そうね。ありがとう。なるほどね。そういうことね。それはガイドさんに聞かないとわからないわね。なるほど。よいしょ。が有名なハートだったそうです。今11時41分ここを出発したいと思います。次は薬師寺縄文杉です。ここからよいしょ。どのぐらいだろう、1時間半ぐらいなの。持っていきたいと思います。すいません。
北側展望台の方に来ました。すごいでかいこの杉。また向こうが開いた。大きいんだよねきっとね。今日は泊まるのはここではなくて、もう一つ行った先の小屋になります。ここからまだ1時間ぐらい歩いた先になります。とりあえず歩いていきます。でももうちょっとだ。今日の目的地もうちょっと頑張ろう。到着いたしました。あまり人がいないようなので、今夜は小屋でお泊まり、ひな小屋で泊まろうと思ってます。おはようございます。ただいま5時15分でございます。新高津が小屋出発したいと思います。3時間ほどかけて宮の浦へ向かいます。行ってきます。日の出かな今がちょうど。だいぶ前か、ね、森が赤く染まってます。抜けてあげた方がいいのかな。
の岩の上にムクワガを発見しました。ライオンがいるかも。ちょうどそんな風に見えますね。面白い。8時5分、2時間、50分ぐらいかな、3時間かからずに来れました。到着しました。びっしょりです。笹の、梅雨でびしょびしょになりましたが、なんとか到着いたしました。昨日の雨、今日の梅雨、2日間びしょ濡れです。まあでもとりあえず宮の浦来ました。よかったね、お天気良くなって。笹がカットしてあったりとか、それのように整備をきちんとされてる感じがします。前よりは笹に触れることがなく入ることができています。淀川小屋、避難口で、避難小屋ですね、到着いたしました。ここからと40分ほどで登山口まで出て、そこからまたバス停まで歩いていきます。ちょっとだけ休憩します。10分前に登山口から出てきて、今、バス停に、歩いて20分ほどのところのバス停に向かってます。その途中で見つけた大きな杉の木です。川上杉といって、めっちゃでかいんだよこれ。こんな
推定樹齢年数2000年です、はあ、高さ27メートルの、胴回りが 8.9 メートルだそうです、ここ振動を作るとき昭和4年ぐらいのときに道をここ開くときに見つけたらしいです。まだもうちょっとあと10分ぐらい歩くとバス停に着くと思います。ちょっとでバス停だよ、降りてきたよ。なかなか大変でした、大変でした。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。